FQTV。 はやてよでかっ声あるね。はやてそんな声張ったの初めて見た。ちょっと響いたいや今回はやてよということで、はい、なかなかね、僕が MC することなんてないわけですよ。おダイスでもあんまり MC ない。ダイスでなんて特に喋らない特に喋らない貴重ないなんて喋らない。本当にボンバなんか素敵な曲ありがとうございます。とんでもないです。ジョンさんありがとうございます。前回のところでね、多分踊ってみた、はい、だったと思うんですけど、はいはい、今回はまあ、視聴者の方はきっとね、僕のことを初めて見るであろう方もきっといるでしょう。そんなことないと思いますけどね。ということで、まあ、今回はね、僕のことをたくさん知ってもらおうということで、はい、まあ、この企画は結構やってる企画ですよね。やってます。あの僕らのチャンネルではやっております。そうですね、前回、はい、レイコちゃんが、はい、あ、そうです、やったりとかね、はい、してると思うので、今回はこれでね、いろいろ知っていってもらおうかなと思います。はい、はい、お願いします。あれなんだよ、チートなんじゃないの？いや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 、いや、確かに。そうなんだよ、そうだよ。僕が知ってるハヤテはもう中学生で止まってるんで。だいぶ止まってるよ。ちゃんと知ってるのはね。そう、ちゃんと知ってるのは小学生、中学生なんですよ。昔同じチームだったもんね。一緒チームだった。一緒チームだった。まあ、そう、実際リーガルガイズでやってました。りょうさん元気？地元トークやめなさい。ブルーフラッグターゲット。まあまあ、じゃあ早速。そうですね、はい、行ってきましょう。では、はい、第1問こちら。オフィシャルサイトのプロフィールを答えよう。うわ、出た。名前、出身地、生年月日、うわ、なんば、やばい、やばい、やばい。そしてこの括弧の中ですね、1と2を答えてもらおうかなと。おー、紹介文です。名前のフルネームはカタカナでもいいってことだよね。いいですよ。あ、いやいやいや、そうでしょ、そうでしょ。まあまあまあ、まあ、漢字も、漢字と、ね、カッコでフルネームって書いてるしね。そうだね、カタカナ漢字きついな。漢字でやろうよ。ハヤっていくつになってんの？やばい、だいぶ時立ってますよ。そうだよ。でも誕生日は意外とね、覚えやすい誕生日ですよ、僕は。覚えやすい。はい、ヒントで言うと、他の行事がありますね。おお、大ヒントだ。うん、他の行事。はい、はい、じゃあ皆さん、OK です。完成したということで、はい、どっちからいきます？たくやくんから。ケイスケ最後でいいんじゃない？確かに。じゃあたくやくんから。名前は和田ハヤテですね。はい、はい、おいおいおい、ちょっとごめん、なんかお前それハーフみたいな感じで和田ハヤテ。和田ハヤテ、なんでいいじゃねえか。別にフルネームって読める？あれ、え、フルネーム、フルネーム、フルネーム。しかもそれに関して答え書いてあるからね、すごいね。フルネームみたいな書くね。で、群馬県で、はい、B 型、はい、おで元旦、B なの？もはやね、うん、じゃないか、はいはいはい、で、27歳、はい、おで、最年少ながら一番長いダンス歴を持ち、おうおうおう、パフォーマー、アクターなど。あー、なるほど、なるほど、なるほどね。はい、そうですね、じゃあ、もうちょっと出してみますか。はい、ダーン、和田ハヤテでしょ？はい、はい、あ、群馬県でしょ？はい、で、2月14日、お27歳生年月日はまあちょっと計算すればわかるけど、はい、男、ダンス歴、バレンタインデーとかね、だからね、で、俳優、役者等。あー、なるほど、なるほど。大型。おー、なるほどね、これおもろいな。まだ、はやて、俺漢字がそっちか、俺木の方にしちゃったな。はい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 。で、まあ群馬県、まあ大型、うん、確かに俺ね、28歳の時に岩、なんかインスタライブ見た気がした。おお、なるほどなるほど。しかも早い時期だから、今29歳で、はいはい、逆算して1994年で、うんうんうん、で、2月の7。おお、7、うん、で、まあ、一番長いダンス歴を持ち、まあ、パフォーマー、モデルとマルチに活動を行う。おー、みんないろいろちょっとずつずれてきてますね。いいですか、どうぞ。ダン、和田ハヤテ、はい、辰に風です。あ、はい、で、群馬県の血液型 A 型、はい、はい、で、5月5日、うん、30だった気がします、うん、ダンス歴とアパレルデザイン。おお、確かにね、それもあるね。これは面白い結果になってますよ、皆さん。アパレルじゃないですか。アパレル、アパレル、正解。いいとこついてるね。いいとこついてるよね。見ちゃいます、見ちゃいましょう。お題こちらです。ずっとです。あー、あ、ちょっと待って、2月の3日、
うわ惜しい。節分の日ですね。節分の日だ。はい、節分の日わかんねえ。わかんねえ。29か今。29なんです。30の年です。そう、最後30の年っていうのは伺ってたんですけどもね。でも早くても29か。2.5。そうですよ、皆さん多分10代ですから、ね、10代だよ。10代10代、はい、スーパーキッズダンサーとしての派手だから。ケンスケは群馬でそのね、うん、若い時に、うん、そうそう、まあ群馬いる時はまあ生きり倒してました。生きり倒してた。生きり倒してたよ。だって冬覚えとかだって普通の人よりさ3倍ぐらい早いんだもん。うん、あ、そう。あれ、ダンスってこんなにやってればこんなに不良も早くなるんだと思ったら、そんなことなかった俺。早い。お前が。早手がもともと早すぎて。はいはい。ちなみに、チャンネル見てる皆さんに豆知識で言うと、僕とケンスケが初めて出会ったレッスンはブレイクダンス。それ問題になんない。あ、なんない。それなんない。だからちょいちょいブレイキンの音出してるんだな。そうだよ、なるほど。その時の名残が。そう、あのダンクのソロでもやってもう来るって思ってたからね。やってたね、来るってね。だいたいできる技が一緒だから。そう、先やられると困る。一緒になるんだ。そう、一緒なんだよ。受ける受ける、一緒なんだよ。そう、教わった技一緒だから。なるほどね、困る。では第2問目、はい、こちら、ダンスを始めたのはいつ、また始めたきっかけは。いや、ケンスケの今のエピソードだから俺が入った時にもやってたの。帰って、あ、そういうことってことだよね、はい、知らないの。後輩なの、ケンスケの方が。嘘。あ、マジで。ダンス歴言ったら後輩。超後輩。そう、超後輩。だって俺ハヤピの教えてもらったんだもん、ブレイキングの技。これどうやってやるの。やばいな。始めたのいつだ。じゃこれ僕からですか。どうぞ、行きましょう。いいですよ。行きますよ。はい、はい、ダン、小学校1年生からで、両親にちょっとハヤピやってみないって勧められて、うん、で、こうやってみたら楽しかったパターン。あー、このパターン、はいはい、なるほどね。あ、そういうパターンね。友達やってたからとかね。小学2年生から。おー、じゃあダパンプを見て。おー、あー、世代。そう、もうこれ、ここかなって歌ってましたよ。ある、よくあるあるの感じかなっていう。はい、僕も近い、近いね。小4、10歳ぐらい。アスジュン。アスジュンちゃん。マイク・ジャクソン。ああ、確かに。そのパターン全然あり得る。ああって言っても、全然違うじゃん。あーあーって言われたら。じゃあ、はい、10歳、小4。あ、友達がやってた。やばい、それかもしれん。いや、なんかね、群馬だから、うん、そういう、なんていうの、コミュニティがやっぱありそうで。あ、なるほど、ね。知り合い、お母さん同士で。はい。答え。はい。こちらです。でん。ちっちゃ。3から4歳ぐらい。ちゃんと始めたのは小学校1年生。ああ。近所付き合い。何それ。え、でも、どういうこと。あ、でもそういうことだよね、やっぱり、ね。近所付き合い。はい、どういうこと。親の。まあ、親同士仲良く、僕の友達の親と仲良くって、友達が始めて、一緒にやってみたらどう。じゃあやる。今俺が言ってた。じゃあ、そう、それが近いです、ね。拓也君に近い。そうだよね。はい、まあ、ケンスケも、まあ、当てはまるっちゃ当てはまるっていうのを勧められたけど、ただ僕はもう記憶にない。ない。何歳だよ、だって。3、4歳の記憶がなさすぎて、始めたタイミングは覚えてないんですよ。そこから先生一緒。この時は、落合先生か。知らねえよ。誰ですか。誰なんですか。落合先生見てるかもよ。落合先生見てるか。あの今福島であのスタジオを持ってらっしゃる。エアロビの先生です、ね。あ、そうなん。中日ドラゴンズの先生。違います。落合先生。違うんです。落合先生。じゃあ続きまして、はい、第3問こちら。おお。楽曲で一番好きな楽曲は。トリックスターのアルバムからお願いしますと。なるほど、なるほど。あの中のどれか、この中のどれかです。これあえてのなんで好きかだけ答えられる範囲でですかね。確かにヒント的なところで、うん、一言にすると衝撃を受けた。衝撃を受けた、受けた。どっちかって感じだな俺。おお、二択。うん、俺もなんか二択。私も二択です。みんなで揃ったという。はい、はい、じゃあ高君。高君から。はい、東京スポットライト。はい、おお。イルシッドラブとちょっと。ああ、はいはいはい。これあの新聞じゃないよね、大丈夫？違います。スポーツ新聞じゃないです。スポーツ新聞じゃない。違います。じゃあタイランドアイランド。はい。ああ。ちなみにどれともやった？
あ、東京スポットライト。まあでもなんか衝撃曲だったから、うん、高速ラップかなと思って。はいはいはい、シンプルね。うん。俺は東京スポットライト。おー、俺もイリシッドラブと迷った。あ、そう。うん。二択だ。うん。私は。タイランド。タイランド。わー。おー、すごいすごいすごい。まあ綺麗に割れた。綺麗に分かれたね。私は東スポと迷った。あー、なるほどね。早いラップ。あんなにスキルフルな。はい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 、初めて見る衝撃内容もね、そう、はい、確かにね、あんな早いの多分初だったんだよね、うん、そうだね、正解こちら、やったー、悔しい、ちなみに理由は、理由はなんでこれ、ね、初めて聞いたのがリリックビデオだったんですよ、はい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 、リリックビデオのかっこよさと、うん、まあ本当にさっき純くんが言った高速ラップ、うん、えぐっ、あれビビるよね、あれビビる、もう、うん、誰、他誰ができるんだっていうレベルのだったんで、どこで息継ぎしてんねん、そう、本当に、なんで口回るんだろうと思いながらこっち見てました、いやー、2択まで絞られるのすごいな、そう、まあ、ダンスの曲好きっていうのもね、そう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 、ね、そうそうそう、そこでかなと思ったんだよな、今でもあれじゃない、割と消えちゃないよ、2.5 点、はい、3.5 点、2.5 点、あー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 、まあ、ケンスケが伸びてますね、チャナヨはだから最後点5になるから2.5 点、チャナヨって言うなよ、ケンチャナヨのケン抜いてチャナヨをやる、誰かわかんない、チャナヨ誰かわかんない、じゃあ続きまして、はいはい、第4問こちら、あーこれはね、これでもあっちかな、俺もちょっとわかりますね、これはもうなんでわかんない、なんでなんで、はい、どうか置いてかれてんの、いいですか、うん、はい、じゃあ僕からいいですか、はい、どうぞ、はい、じゃん、猫と遊ぶ、じゃん、猫とくつろく、じゃん、ゲーム、あー、まあね、まあね、寝る、寝る、あ、猫や、猫と寝る、いや、あ、猫とゲームするじゃん、猫と、猫と逆して寝るとか、そうそうそう、だからまた、だからまた、そうだよね、はい、正解こちら、まあ、猫とのんびり、よっしゃー、よっしゃー、じゃあ2匹います、はい、もう2匹いますよね、あ、そうなの、綺麗な猫だよ、美しい、な、なんなの、あの、猫種は、種類はメインクーンとベンガルです、聞いたことある、本当？メインクーンっていうのは、まあ、メインクーン聞いたことある、あの、飼い猫の中でまあ一番大きい種類って言われてる、あ、そうなんだ、そうなんですよ、あれだっけ、目がさ、オットアイも、オットアイ、そうだよ、そう、目の色が違う、目がオットアイで情報してる、え、猫派なの、猫派になっちゃって、あ、もともと犬派なんです、あ、そうなんだ、そう、絶対にコーギー飼いたいって思ってたんですけど、うん、なんか猫特集見たら猫が可愛くって、うん、あ、そうなんだ、ダメだね、ずっと猫ちゃんの話しかしてないでもやっぱ猫沼にはハマるの、可愛いよね、そうなんだ、逆にほっといてもいいし、あ、まあ、そうだよね、散歩とかいらないし、ね、そう、いらないし、犬とはまた違う飼い方だもんね、そうで、あのファーって勝手にさ遊んでるけどさ、うん、たまにこう近くに寄ってくるのが可愛いんでね、あ、そのツンと出れば何、どこで学んだのもうそろそろいいですか、はい、猫の話したらどうなる、続きまして第5問こちら、2019年ワールドワイドでジュン君マニアに踊った時に使用した曲のアーティスト名、サービス問題、サゴリサービス問題でしょ、これね、実はね、俺もサービス問題なの、確かにそうだね、なぜならこのショーケースの曲を編集したのは僕なんです、イエーイ、これはもう分かりました、ましたこれあれですよね、ダンスイベントの、そうそうそう、あ、でもゲストで出てたんだね、照明研究をやったの、あ、あ、これ全員関わってるんですか、うん、やば、そうだ、もうこれ4年前ですよ、4年前、そっか、4年前になるのか、2019では、はい、どっちから、僕自信ないんで、どうぞ、行きます、ジャスティン・ビーバー、イエーイ、つかんじゃないよ、ちゃないよ、ケンドリック・ラマー、あー、そうだ、ケンドリック、イエーイ、そうだったー、ケンドリック・ラマー、イエーイ、あが、あが、あがでしたか、そう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 、そうだったわ、そう、赤い照明だったわ、いや懐かしい、大体赤でいいってジュに言われたわ、それビオーライって、そう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 、俺当時カエテがケンスケの真似してる動画っつって、なんか誰か撮ったでしょ、あ、なんかうっしゃる記憶あるんですか、あ、なんかそれ俺に送ってきて、俺それ保存してるわ、ちょっとじゃあそれちょっとケンスケの真似してカエテがあれ、そうだね、あのね、俺今でもできる Thank you.
いける、わ、わかるわ。ちょっと低いんだね、こう。ちょっと低いんだね。ちょっと、ここら辺で。先生一緒だからさ。そうだね。ご推薦。再現度高い、再現度高い。腰低くて散々やったからね、うん、当時。はい、こっちまで来ちゃったのに、ブルーはちゃったけど。かましてるの。今、一番やりたいことは、あー、演技。大喜利になるところ。先生から受け継いでるのはこっちだ。こっちだ。コロッとなっちゃう。